呪術廻戦ジュジュトーク2期。皆さんこんにちは。テレビアニメ呪術廻戦虎杖悠仁役の榎木淳也です。テレビアニメ呪術廻戦をゲストを交えてトークで深く掘り下げる呪術トーク、今週もスタートしました。アニメ第2期第3話が放送されましたが、いやー、五条とリコと黒井がね、見てない人いますか？すっごい3人遊んでました。はい、とりあえずこんぐらいにしときますか。あんま言うとこの後ゲストの方来るので何も話せなくなっちゃうから、お得意のネタを貯めとくやつです。さて、今回はこの方をゲストにお迎えしました。どうぞ。家入翔子役の遠藤彩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、こんにちは。こんにちは。すごい爽やかな。爽やかですね、遠藤さん。本当ですか？ありがとうございます。相変わらず爽やかな、お優しいままで。本当、そんな風に思っていただいていた。え、そうですよ。いただいている。あ、本当？はい、よかった。敬語は別におかしくはない。そうですよ。だ、前回は、一回ね、ジュジュトーク来ていただいて、前のシリーズの時に、その時は山谷くんと確か、そう、二人で。謎の組み合わせ。そうだね。全然そんな関わらないですもんね、翔子。うん、関わらない。ね、今回はちょっと二人で。ね、なんか一人で来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。翔子、でも、今回はやっぱり、こう、五条たちと同級生なので、昔の、そうね、翔子。昔の話をね。はい。なんでニヤニヤしてるんですか？すごいニヤニヤされてますけど。楽しく参加しました。はい。3話もね、ラストの予告やったりとか。うん、3話はね、予告に。1話もやってましたね。うん、1話は3人で、同級生3人でやって。うん。ちょっとその辺の、なんか裏話とかあったら。裏話、わかりました。聞かせていただきたいので。じゃあ始めていきたいと思います。呪術廻戦ジュジュトーク、本日は家入翔子役の遠藤彩さんと一緒にお届けしていきます。最後までよろしくお願いします。呪術廻戦ジュジュトーク2期。さて、今回の呪術廻戦ジュジュトーク2期はゲストに家入翔子役の遠藤彩さんを迎えてお届けしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今はアニメ第3話まで放送されていますが、翔子は1話から登場されているということで、はい、テレビシリーズの、まあ、大体12年前ぐらい。あ、そうですね。なので、まあまあ10代、どうですか、こう、テレビシリーズの時の大人翔子と、この学生翔子の、ティーンね。ティーンの、ティーン翔子の雰囲気とか、なんか変わったなって思う部分とか。ああ、やっぱ全然見た目、から違うから、まあ確かにちょっと髪もね、だいぶ短いですし、クマもないし、なんか思ったよりはつらつとして描かれていて、なんか、あ、子供だったんだなって思った、翔子ちゃんも可愛かったっすよね。可愛かった。1話とかも、あの歌姫になんか、あ、ね、くっつかれてみたいな、懐かれて、そう、結構、あ、そこ仲いいんだ、ね、みたいな感じもしましたしね。まあ1年生の話じゃないからさ、もう2年生だからそれなりな関係性というか、はいはい、いい感じで、そのいい意味でのその何、距離もあるだろうし、なんかずっと一緒じゃないみたいな感じもいいなと思ったし、やる上ではやっぱちょっとどうしようかなって思った、あどういう風にちょっと変えていくかとか、セリフの感じとか、やっぱ大人がね、あれだからさ、あれだから結構気だるい感じでしたね。ローテンションで、なんか大人翔子すごい自分で作ってたの、やっぱ自分の中にないポジションだから。そうなんですか。だってすごく低くない？低いですけど、でも遠藤さんって、なんかお姉さんとか大人の役多いイメージ。なぜだかね。でも確かに普段の遠藤さんを見てると、割と、あの、いい意味で、ふわーっと。いい意味でつければいいと思ってるでしょ。バレましたか。正直だね。正直バレましたね。いやいや、でも全然すごい。なんかこちらも癒されるような、こう、ふわっと。なんか、あそこまでこう、クールで、みたいなのって、やっぱ自分の中に、
生活にないから、まあ、だから逆にそのやり作りやすい、そうね、違う人を作るみたいな部分ではあるんですね。で、ティーン翔子ちゃんは、はい、そのもうそれがまずベースにあって、その大人翔子を最初にやってるから、はいはいはい、まあ若くするにも声を若くするとか、はい、テンションを若くするとかいろいろやりようあるけど、まあ、 でも翔子ってちょっと謎だから、うん、その空白っていうか描かれてない十数年がどういう感じで、あの今のっていうかその一期の翔子になったのかがこうグラデーションで分かんないから、そうか、その辺をどういう風にでもイメージして作っていけば、どうしたらいいかなと思って、最初はね、なんか歌姫先輩ぐらいな感じでやったかも。もうちょっとこうもうちょっと明るく元気に感じに、でもそれからあの軌道修正してもらって、はい、もうちょっと気だるめ寄りっていうか、はい、割とゆっくり喋る感じになったかな。そうですね、うん、なんかあの2話で反転術式の説明してるところ、説明する時もなんか、うん、こうこうこうみたいな感じの、ヒューヒョイだよ、そう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 、あれもなんないのってなんかすげえこの人マイペースだなって、そうだね、マイペースだね、感じるエピソードですよね、うんうんうん、確かに年齢です感をこう変えるのって、うん、僕もなんか、うん、いろんな作品とかで、うん、なんか大人の役とか、うんうん、オーディションとかで受けると、うん、やっぱちょっと若いですとか言われちゃったりとか、逆になんかちょっと声が太くてみたいな、うんうん、どの辺かね、さじ加減が求めてるものとかやっぱわからないから、わからないし、でも私その最初に五条と下等が撮ってるのを聞いてて、はいはい、やっぱ五条は分かりやすく、その体つきも若いみたいな、はい、まあ、10年だからそんな変わらないと思うんだけど、うん、もっと前のめりな感じが声に出てるのが、ああ若々しいと思って、ゲトウはなんか今のゲトウに、まあ、近いっちゃ近いんだけど、はい、なんか呼吸が浅い感じがしなかった。あ、そうですね、なんかちょっとそこがやっぱ 若さをなんか出してるのかなってって勝手に思って、うんうん、桜井さんすごいなって思ってそれぞれのアプローチがあるんですね、うん、その、まあ、実際はねどうやってやってるかわからないけど、はいはい、そう聞こえると思って、聞こえる、そのメンタルで変えていくのか、うん、こう物理的な呼吸の深さ、うん、ね、やっぱ役に合わせてね、あのっていうことは、うん、遠藤さんは一人で収録だったんですか、うん、みんなでやった、あ、みんなでやったんですね、うん、そのシーンはやって、先になんか多分あの翔子が出てないシーンを撮ってて、はいはいはい、あ、そうか、そこであの、うん、ロビーとかで、そうそう、聞こえて聞いてた感じが、お、若々しいぞ、いやいやいや、若々しいぞ、若々しいぞって思って、難しいっすよね、でもその辺は本当に、ね、まあでもあの目の下のやっぱクマ見てると、うん、だいぶ苦労されたんでしょうね、したんでしょうね、苦労、そうだよね、だって3話が五条ね、死に、うん、あの、しょ、あ、リコ、あ、死に、リコちゃんが死んだ。3話でもその展開が、そう、え、早っ、早かったっすね。すごいなんかショックな感じで終わるから、はい、3話が、はい、それをなんか与えられた視聴者たち、うん、はい、え、結構なんか原作を、うん、こうまず一旦読まないで、うんうんうん、アニメだけまず追おうっていう勢力もいるらしく、そういう人たちは今多分地獄の一週間迎えて、そうだよね、そうやっと今日続き夜見れるみたいな、あ、そうだ、感じになってると思うので、どうなってるんでしょうね、ドキドキ。でもオープニングとかも翔子めっちゃ可愛いじゃないですか、うん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 、エンディングもそうだし、あ、ね、うん、ヒロインヒロインかってちょっと思うぐらいの、確かになんか笑顔が見れてすごい嬉しかったなって思った。あ、そうそうそう、ちょっと微笑んでましたよね、そうそう、うん、こんな一面もあるんだって思ったんですけど、ね、いや、なんかゲチョゲチョゲチョほら可愛いんですよ遠藤さんってこういうさ、ゲトーと五条五条ゲトーと五条、ゲトーと五条だけの青春じゃないっていうのが、はいはい、分かってね、そうですね、うん、みんなにいろんな青春が、そう、ナナミとかもね映ってた、そうだ、ナナミ本編にもね3話から、うんうん、ね、ナナミと灰原が出てきて、うんうんうん、なんかいい雰囲気、楽しそうな
感じでしたよね、うん、先輩たちはなんかナマコで遊んでたりねしましたけれども、翔子も沖縄行きたかったな。いやーそうですよね。ちょっとお留守番してますけど、ね、何してたんだろうね。翔子ってこう戦闘系ではないから、あーまあね、行っちゃうと危ないのかな。ああそっか、大事に扱われてる、大事にお姫様扱いかもしれない。そんな感じをオープニングの映像からはしなかったけどね。あんな青春のね、もうでもあのオープニングのようなシーンは来ないんでしょうね、うん、青春的な。悲しいっすよね、そう考えると、ね、なかなか涙を誘う映像ではあるよね。なんか胸が苦しくなるというか、うん、でもそういう過去がきっとあったんだろうなと思うとすごくなんか嬉しいっていうか、嬉しい気持ちもある。だからこう、うん、やっぱすごい監督たちがすごいなと思うのが、うん、リコたちとなんか遊んでるシーンが原作だと一コマなのに、うんうん、結構長めにやってたりそうかも、うんうんうん、するから余計にこう辛いというか、そうだね、あんな楽しそうだったのに15分後ぐらいにはみたいな。リアルタイムでは死んでるみたいな、ね、なんかそういう儚さみたいなものをなんかダイレクトに感じた3話ではあったかもしれない。めちゃめちゃ感じた3話でございました、はい、でちょっとここで、うん、あの遠藤さん宛にもお便りが来ているので紹介していきたいと思います、はい。